東京大学の吉田と申します。生成 AI に関する教員向け研修動画シリーズといたしまして、私は生成 AI の性質や限界に関して解説させていただきます。 簡単に自己紹介させていただきますと、私の専門は教育工学でございまして、アクティブラーニング、オンライン学習、ファカルティデベロップメントなどを専門としております。コロナ禍における教育のオンライン化支援などをしたり、より良いオンライン学習を実現するためのツールの開発や評価などをしております。生成 AI との関わりについてですが、私、もともと AI の専門の研究者というわけではなく、2022年の12月頃に認知し始めまして、その可能性に非常に驚いています。 その可能性に非常に驚いているのと同時に、コロナ禍のように、この新しい技術が到来したことによって、まあ、先生方、教員の皆様が困るだろうなというふうに感じまして、できるだけサポートしたいと思い、活動しております。 えー、2023年の5月に実施しました、まあ、非常に長かったんですが、4時間の教員向けのチャット GPT 講座を開きまして、まあ、ありがたいことに多くの方に参加いただきましたし、あの最高評価が8割以上ということで、高い評価もいただいておりました。この4時間の教員向けチャット GPT 講座に関しては、まあ、動画や資料を公開しておりますので、まあ、必要に応じて、まあ、より詳しく知りたいという方は、そちらもご覧いただければと思っております。動画では 生成 AI、対話型生成 AI について、概要をまず述べた後、対話型生成 AI ができること、その上で対話型生成 AI を使う上で気をつけることについてお話しいたします。まず、生成 AI、対話型生成 AI について、概要をお伝えします。生成 AI とは、この言葉、まあ、非常に広まっているんですが、残念ながら、世界共通の明確な定義があるというわけではございませんで、説明すると、学習データをもとにテキストや画像などのコンテンツを生成できる人工知能といえます。 まあ、このコンテンツを生成できるというところがポイントになっておりまして、文章を生成したりですとか、画像を生成したり、実はあの音声を生成したり、動画を生成するような人工知能もございます。まあ、その中でも、まあ、有名なものとしては、やはり文章を生成するえような AI であったり、画像を生成する AI。で、まあ、文章生成 AI は対話型生成 AI とも言われたりします。 で特に教育にインパクトが大きくなるであろうと考えられるのは対話型生成 AI であり、この動画では特に対話型生成 AI についてお話しさせていただきます。生成 AI に関連する技術やサービスの進展は非常に早く、週ごとに新しいニュースが出てきておりまして、今後、まあ、さらに情報が増えていく可能性もございますが、この動画に関しては2023年8月時点のものでございます。その点ご了承いただければと思います。対話型生成 AI とは、 簡単に説明するとテキストを用いて対話できるような AI でございまして代表例としてはチャット g p t Bing のチャット Bird などがございますで。これらの対話型生成 AI に関しては技術詳細が明らかになっていないものが多く例えば具体的にどのような学習データを用いているのかそしてどのような構造を持っているのかというようなことが分かっておらずある種透明性に関する懸念もございます。 まあただ、その汎用性や有用性が高く、幅広く使われているというのが現状でございます。具体的なイメージを持っていただくためにも、デモを少しお見せしたいというふうに思っております。デモの例として、ChatGPT を扱いたいと思います。ChatGPT にログインすると、このような画面になっておりまして、下の入力欄にテキストを入力することができるようになっています。そこで例えば、こんにちは。と 入力すると、そのこんにちはに対応して、チャット g p t が検討してくれますし、まあ、例えば、アクティブ・ラーニング、アクティブ・ラーニングのメリット、デメリットを、デメリットを表形式で,式で教えてくださいというふうに入力すると、まあ、も,ちろんもちろんですと書いて、まあ、このようなスピードで、ですね、まあ、このメリットであったり、デメリットを記述してくれるわけです。まあ、非常に早いんですね。 で例えば、まあ、このような形で入力、出力をしてくれているんですが、メリットとデメリットを1つの表にしてもらいたいというふうに思ったとします。でそ,うしそうした場合は、メリットとメリットとデメリットを1つ,の1つの表にしてくださいというふうにお願いをすると、このような形でもちろんですと。 いうふうに答えてくれてこのようにメリットとデメリットを一つの表にまとめてくれたりするんですねまこのような自然なやり取りができるようになっておりますで、ただ注意が必要なのはここに出力されたものの信頼性が高いとは限らないんですねまつまりここに出力されたものが正しいとは限らないのでえこの出力に関しては我々人間がですね正しいのかそもそもこれを例えばそのまま使うのかという判断をするということが重要になってきます それでは非常に簡単に,にはなるのですが、対話型生成 AI の仕組みについてお話しいたします。対話型生成 AI の基盤としては、大規模言語モデルというものがございます。この大規模言語モデルというものは、どういうものかといいますと、過去のテキストをもとに次の単語を予想して出力するものとなっております。なので、例えば、昔々ときたらあるところにと出てきますし、先ほどの事例のアクティブラーニングのメリット、デメリットを表形式で教えてくださいという私の入力に対しては、 これらのテキストをもとに、次は例えばもちろん、次はではですが来るだろう、次はビックリマークが来るだろう、次はいかにが来るだろう、次はアクティブが来るだろう、次はラーニングが来るだろうというような形で、実は次の単語を1つずつ予想して出力しているというまあ一見簡単な機構に過ぎないんですね。また 大規模言語モモデデルルといいいままましししてててももももなががございまして同じ名称でも複数ののバージョンがあるものも存在していますで例えば、チャット GPT であったとしても、チャット GPT の基盤となっている GPT というモデルがございまして、GPT のシリーズでも GPT3.5 というものがあったり、GPT4 というものがあったりします。でこの GPT3.5 と GPT4、まあ、バージョンが違うんですが、実はバージョンが違うことによって性能が異なるということもございますので、まあ、その点ご注意いただければと思っております。 でこの大規模言語モデル、その次の単語を予想して出力するという、まあ、単純な機構かと思いきや、この大規模言語モデルは能力が非常に高く、多様な課題をこなすことができるということが分かっています。例えば、チャット GPT、で特に GPT3.5 をベースにしたものですと、アメリカの医師試験に合格ラインになっていたりですとか、MBA の科目に合格していたりですとか、GPT4 に至っては、 アメリカの司法試験で上位10%のスコアを獲得したり、大学院共通試験で好成績を収めたりというようなさまざ、あ、まな成果を上げておりますで。ここの大規模言語モデルという、この大規模というところも実はポイントになっていまして、モデルにはパラメーターがございまして、このパラメーターが少ないときには、まあ、具体的には例えば100億個ですとか、まあ、10億個、まあ、それでも大きいんですが、それでも十分大きいんですが、それぐらいの、まあ いわゆる比較的小規模なものですと、実は多様な課題をこなせないというところも分かっておりまして、具体的には例えば1000億個のパラメータ数を超えると、急に性能が上がるということも分かっております。なので、ここの大規模というところも重要なポイントになってございます。 対話型生成 AI を利用するにあたって、えまず言葉の説明をさせてくださいで。今後ですね、このプロンプトという言葉が何度も出てきますので、簡単にこのプロンプトについて説明させていただきます。でこのプロンプトは、対話型生成 AI に入力するテキストのことでして、まあ、先ほどのこんにちはですとか、アクティブラーニングのメリット、デメリットを表形式で教えてくださいといったような入力したテキストのことを、まあ、プロンプトというふうに言っております。 でこの対話型生成 AI を利用する上で重要な姿勢がございまして、えー、そもそもですね対話型の生成 AI というものは、コパイロットであると、といわゆる副操縦士ですね。コパイロットであって、パイロットは自分自身である、利用者自身であるということを認識していただくのが重要だというふうに考えております。まあ、なぜかとと言いますす出力にはですね 実は誤りですとかバイアスが入ることがございまして、その出力を鵜呑みにせず、自分自身で出力に関する判断を行うということが重要になっております。で、また、対話型生成 AI と簡単なやり取りをして、対話型生成 AI の能力を見限ってしまう方もいらっしゃるんですが、まあ、それはある種少しもったいなくてですね、対話を通して自分の知り出しを明確にすることで、まあ、より、えー、自分の思い通りの出力を得ることができるようになります。たとえ、 簡単なやり取りで思い通りの出力が出てこなかったとしても、具体的な説明を加えてみるですとか、例を入れてみる、データを入れてみるなどをすると、自分の欲しい出力が出てくる可能性が高まります。なので、そういった意味では、簡単なやり取りで終わるというよりも、できるだけ具体的に明確に指示出しをしてあげるというような姿勢も重要だというふうに考えております。次に、対話型生成 AI ができることを簡単にご紹介したいというふうに思っております。 対話型生成 AI ができること、基本的には言語で記述される課題に関しては、もう何かしらの出力をしてくれますので、ある種、何にでも対応してくれるというものにはなっております。ただ、重要な点として、出力の質はモデルや分野などによって異なるというところがポイントになります。具体的な例をですねお見せしながら、対話型生成 AI ができることについて、深めていきたいというふうに考えています。 まず、えー、分かりやすい例としましては、読書感想文がございます。例えば、読書感想文を作成してもらいたいというところで、夏,夏目漱石の坊ちゃんに関する、えー、読書感想文を具体的な例も交えながら作成してくださいお願いしますと、まあ、このような形で、えー、感想文を書いてくれます。まあ、ただ、気をつけないといけないところとしましては、例えば物語は坊ちゃんこと宮本武蔵がという形で、実はですね、名前は坊ちゃんの中で出ては来ないんですが、このような形で。 まあ、ある種、捏造をするんですね。まあ、これはあの幻覚ですとかハルシネーションといったりもするんですがえ、実際の内容にないことも、まあ、あたかもあるかのように書いてしまうという性質も持ち合わせていますので、え実はまあそのまま使うことができない場合もございます。まあ、まあ確かに文章としてはあっという間に生成してくれはするんですが、え物によっては誤りを含むものもございまして、まあ、その点は注意が必要です。またレポートを作成するとというようよなことも可能で 例えば、世界各国の教育制度というテーマでレポートを書いてくださいえ。中学生が書くような言葉遣いにしてくださいというプロンプトを入力すると、もちろんです。では、世界各国の教育制度について、中学生向けの言葉遣いでレポートを書いてみましょうという形で出力が来まして、世界の教育制度について記述してくれますし、例えばですね、アメリカの教育制度については、アメリカでは州によって教育制度が違うことがあるんだって。 基本的に小学校から中学校、高校と進むけれど、大学はたくさんの種類があるよ、カレッジでは専攻を選べ、自由に選べるから、自分の興味あることを深く学べるんだよというようなまとめが出てきます。週によって教育制度が違うというところは、ま、学びがあるところではありますが、まああの、一般的な内容になっているかなというふうに思います。で実はこれはですね、GPT、チャット GPT でも、GPT3.5 というものをベースにしたもののやり取りになっています。 先ほどバージョンによっても性能が違うというふうにお伝えしたんですが GPT4 でやり取りをしますとまた変わったやり取りになります。先ほどと同じプロンプトを入力したところ出力としましてはえこんにちは,え今,日はえ今日は世界のいくつかの国の教育制度について紹介しますというような文章が出てきた上で例えばアメリカに関しては大学に進むには高校での成績や SAT のスコアが必要です。 というより情報が含まれたものになっていますし、例えばイギリスでも GCSE という試験を受けるですとか、A レベル試験を受けるというような重要なポイントが出力されるようになっています。先ほどの3.5に比べて、やはり g p t 4の方が出力のクオリティも上がっているということも、ここから感じ取られる。 といいう,うに思いますなので、やはりバージョンですとかモデルが変わることによって出力は変わりますので、え例えば GPT3.5 でやり取りをしていて、この程度かと思っていても、実は GPT4 でやり取りをするとそうではないということもございます。また、意外と知られていないんですが、選択問題への回答もできることが分かっています。 でこちらの内容は詳しくは説明いたしませんが、これ物理学の力学の選択問題でして、これ問題文をそのままあのコピーペーストしますと、GPT3.5 では不正解なんですが、チャット GPT の GPT4 だと正解するようになります。なので実は選択式の問題であっても、コピーペーストすることによって、えー、答えを自動的に出してしまうという懸念もあるわけです。これまでは学習成果物を自動生成してしまうという面についてお話ししてきましたが、これからは 学習プロセスを支援し得るという点についてもお話しさせていただきたいと思います。まあ、こちら非常に長いプロンプトになっておりまして、こちらはですね、あの漫画家の梅さんの、えー、書かれている、えー、作文 AI 家庭教師プロンプトをベースに作成させていただいております。先ほどに比べると非常に長いプロンプトになっているんですが、えー、役割。あなたは AI 家庭教師です、えー。私は中学1年生です。あなたは前向きに明るく優しく親しみやすいキャラクターで私をいつも励ましてください。 目標、対話を通じて、私が自分で読書感想文を書けるようアイディアをまとめることが目標です。どんな本を読んだか、どんな本を読んでどの、どんなことを感じたか、本を読んでみて考えた自分の意見を具体的にまとめることが目標ですで。フローとしまして、1、あなたはまずこんにちは、私はあなたをサポートする AI 家庭教師です。あなたが楽しく読書感想文を書けるようお手伝いさせてください。え今日はどんな本の読書感想文を書きますかと私に話しかけてください。 で2番目として、私の回答を受けていい感じに質問してください。このいい感じで済むのがすごいところではあるんですが、いい感じに質問してください。で3、私が読書感想文を書き始められそうであれば、一旦そこまでのやり取りをまとめてください。もし私が続きを求めたら会話を続けてください。でさらにルール、具体的な場面とその時に私が感じた気持ちを明らかにするよう問いかけてください。質問は一度に1つずつにしてください、えー。抽象的な回答が続くようであれば、あなたは例えば、 と具体的な例を示しつつ、えー、質問をしてみてください。それでも回答に行き詰まっているようであれば、もしかして他にも書,いた書きたいことありますかなどと新しい笑いを振ってみてください。というような形で、非常に長いプロンプトではあるんですが、こういったプロンプトを入れますと、どういったことが起こるかというのをこれからお見せしたいと思います。そうすると、先ほどの指示通りですね、まず最初に、こんにちは、私はあなたをサポートする AI 家庭教師です。あなたが楽しく読書感想文を書けるようお手伝いさせてください。 今日はどんな本の読書感想文を書きますかと聞いてくれて、これはやり取りを模擬的に行っているものなんですが、例えば夏目漱石の坊ちゃんに関する読書感想文を書きたいですというふうに書くと、えー、わあ、すらしい選択ですねと。夏目漱石の坊ちゃんは日本文学の中でも特に人気のある作品ですね。さて、えー、まずは基本からというところで、どんな場面が印象、どんなことや場面が印象でしたかということに対して、例えばあまり思い出せませんと言ってもですね、えー、大丈夫ですよと。 ちょっと一歩ずつ一緒に考えていきましょう。まあ、少し日本語お,おかしいところもあるんですが、えぼっちゃんの中で、えぼっちゃん自体や、 他の登場人物例えば赤シャツやウディ、ウ,ウディはいないんですが、まあ、これがまさにハルシネーションではあるんですが、ウディなどのキャラクターについて印象に残っていることや感じたことはありますか例えばというような形でどんどん促してくれるんですねで。そこで例えば赤シャツの意地悪さは嫌だと思いましたと言うと、まああの、なるほどというような形で具体的なシーンは思い出せますかというふうに聞いてくれて、さらに受け答えをしていくと、まあ、例えば あのただ嫌だというだけじゃなくて、もう少し深くどんなことを感じたり、考えたりしましたかということを深掘りをしていってくれて、ですねどん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 とやり取りを進めていくと、ある程度いったところで、ですね例えばこれまでのやり取りをまとめてみますねというところで、本の選択、印象的な場面、その場面で感じたこと、本を読んで,自分本を読んでの自分の意見ということで、まとめてくれて、これをもとに読書感想文を書き始めるのはどうでしょうかというところで、終わるわけですね、やり取りが。 これは先ほどお見せした自動生成してしまうというものとは全く異なる側面でございまして、このような形で学習プロセスをも支援し得るというような側面もございます。これまでは学習者にフォーカスを当ててお話ししてきたんですが、教員のサポートもできるという話もさせてください。例えば授業案作りなどもすることをできまして、プロンプトで中学校1年生対象の生の数と負の数の 50分間の授業案を作ってくださいと、このような簡単なプロンプトでも、まあ、もちろんですということで、え授業名、目標を立ててえ、具体的なスケジュールを書いてくれたりですとか、え選択問題を作ることもできまして、例えば、正の数と負の数を理解しているかを評価するための選択問題を5つ作成してくださいというふうにお願いすると、えその通りに作成してくれます。でまた 例えばば解解説説を作作っっててくくださいいお願すすれば解説も作ってくれもますただ気をつけていただきたいのは、場合によっては、そもそも間違った問題だったり、間違った回答である可能性もあるので、その点はご注意いただきながら使っていただく必要はございますが、このような形で教員のサポートもし得るという例はございます。 そこで教育への影響として考えられるものを簡単にまとめたものをこちらでご共有したいというふうに思います。これまでの事例でも見ていただいたところから、評価の妥当性を下げ得るという点は挙げられるかというふうに思います。というのも、筆記に関連するような学習成果物、なので、レポートなどですが、それらの学習成果物を自動生成できるという性質がございます。そうしますと、評価が揺らいでしまいます。 まあただ、自動生成された学習成果物をそのまま使えるかというと、必ずしもそうではなく、誤りが含まれることもあるので、そこは課題によって自動生成できるかどうかという判断をする必要はございます。そこで ある種、対話型生成 AI に対応できるような評価方法を検討する必要もあるので、まあ、次のスライドでご説明したいというふうに思っております。まあ、ただ、本質的には生成 AI で楽したいと思われるような授業課題ではなく、もっと自分で学びたい、自分で取り組みたいと思ってもらえるような授業課題作りが重要だと吉田は思っております。でまた、これまでお話しした評価の妥当性を下げうるという話もあるんですが、 ほ他にも、まあ、良い面もございまして、まあ、先ほど見ていただいたような、家庭教師的に振る舞ってもらうという点で、学習プロセスを支援しうるというところもございます。で例えば、グループワークをして、グループワークをした内容を、えー、対話型生成 AI に渡して、例えば、この、えー、議論の中で足りない点はありますかということを聞くことによって、相談相手的に、チームメイト的に使うこともできますしただ単に学習成果物を自動生成するという側面ではなく、学習プロセスを支援しうるという点もございます。 しさらに最後の例でご説明した、教員の授業作りや公務を支援しうるという点では、まあ、授業案ですとか、問題ですとか、教材資料などのドラフトを使っ作ってもらうということもできるというふうに考えております。まあ、では、対話型生成 AI に対応した評価方法のこれ案になるんですが、まず重要なポイントとしては、まあ、利用に関するポリシーを明確に伝えていただくというのがポイントになるかなというふうに思っております。 大きく方針はいくつかございまして、例えば物理的に禁じるですとか、まあ、そもそも成果物を自動生成しにくい課題にするですとか、対話型生成 AI を積極的に使ってもらうというようなものが挙げられます。物理的に禁じるという点では、対面でレポートを書かせるですとか、画面ロックした状態でオンラインテストするですとか、そもそもプレゼンテーションや口頭諮問にするということも考えられますし、成果物を自動生成しにくい課題にするという点に関しては、 概念マップなどの図の作成を取り入れる、そもそも対話型生成 AI、まあ、現状ではです、ね、図の作成はそこまで得意ではないので、そういった自動生成しにくいものを取り入れるですとか、まあ、実験やフィールドワークを取り入れるだったり、授業内容に特有の課題にするですとか、自分の体験を具体的に交えて説明させるというものも考えられるかと思います。でまたより積極的な活用方法としてえ 対話型生成 AI を積極的に使ってもらうような課題も考えられまして AI が生成したレポートを批評ですとか修正させるというような課題の設定もあり得るかというふうに考えております次に対話型生成 AI を使う上で気をつけることについてお話しさせていただきます対話型生成 AI を使う上で気をつけることは非常に多くあるんですが今回簡単に2枚のスライドほどでまとめさせていただきました まず重要なポイントとしては、やはりプロンプトですとか、対話の仕方によって出力が変わりますので、例えば表形式で作成してくださいであったり、過剰書きで作成してくださいということをお願いすれば、表形式や過剰書きでも出てきますし、先ほどの家庭教師的な振る舞いをお願いすれば、家庭教師として実際に振る舞ってくれるというところもございます。で次に重要なポイントとして、デたらめを言うことがあるんですね。 その幻覚やハルシシネーションという,ふうに言われますが、まあ、一番最初の例で見ていただいたような、ドッチャんの中の,その宮本武蔵ですとか、実はそれらしい文章の中にう嘘が紛れ込むということがございますので、出力を鵜呑みにしない、出力を鵜呑みにしないということも非常に重要でございます。そのため、専門知識を持つ一時情報にあたる情報の信頼性を検討することなどが重要になってきますます、あ、さにに情報モラルが重要になってくるとといいうことでございます。 でまたえ、対話型生成 AI はバイアスや毒性を持っているというふうに言われておりまして、え例えば性別や人種や宗教などに関する偏見や先入観ですとか、悪意あるプロンプトを使うと、有害であったり、攻撃的なコンテンツを生成することもできます。まあ、そのため、え場面やです、ね、え授業内容によって、まあ、こういった性質もあるということをあの頭の片隅に置いておいていただければなというふうに思っております。でまた、生成された文章の検出は実用上、難しいというふうに考えていただくのが良いかと思っております。 検出ツールはあるんですが、言い換えですとか、プロンプトの工夫などで検出を回避できるようになってしまいますで。また、誤検出が問題でして、人間の文章を AI の文章として誤検出する点がございます。そうしますと、検出ツールはあるんですが、その検出ツールが出した結果を鵜呑みにすることはできません。 結局、人間が確認する必要はございます。そのため、そもそも生成された文章の検出というものは実用上難しいという観点から、教育設計などをしていただけると良いのかなというふうに思っております。で、また、モデルやサービスによってできることが異なる点も注意が必要です。同じ GPT でも、例えばアメリカの司法試験で、GPT3.5 では下位10%なのに比べて、GPT4 では上位の10%、上位10%のスコアになるというふうにも言われています。 また、チャット GPT 本体では最新の情報や情報源を示せない一方を、マイクロソフトが提供するビングチャットではそれらを示すことができます。でまた、例えば5桁,5桁かける5桁の掛け算についても、チャット GPT は苦手なんですが、バードやビングチャットなどは対応できるということで、やはりモデルやサービスによってできることは異なるということも把握していただくのが重要かと思っております。でまた、学習データとして利用される可能性もございまして、 その点、データ利用ポリシーですとか、利用規約などを確認の上、対処するということが非常に寛要になってきております。でまた、サービスによっては、学習データとして自分のや、自分とその対話型生成 AI とのやり取りを、学習データとして利用させないような設定もございますので、必要に応じてそのような設定をしていただくのも良いかと思っております。組織的に安全な環境が準備されていない場合ですとか、また、基本的に個人情報、機密情報の入力は しないでいいいいでたただけるるるとと良いかと思ままますすす、ま、著作権に配慮する必要がある場合もございますこの点に関しては文化庁が実施した AI と著作権に関するセミナーが非常に分かりやすいのでそちらをご参照いただいたりですとかまた教育機関の中で著作物を扱うという点では授業目的講習送信保証金制度 いうものがございまして、まあ、こちらでえある程度緩和されている部分もございます。なので、必要によってサートラスのホームページなどもご覧いただくのも良いかと思いますし。し最終的にはあの弁護士の先生方にご相談いただくのが良いかとは思っておりますが、まあ、著作権に関してはこういった情報もございます。え、こちらえ関連資料です。とかえ参考資料載せておりますので、まあ、適宜えご参照いただければと思っております。また、あのこの動画で使っている。資料 自体も動画の概要欄にリンクを載せておりますので、まあ、そちらからあのダウンロードしていただけるようになっております。あのこちらの資料に関しては、あの学内の勉強会ですとか、研修会などであのご自由に使っていただいて構いませんので、えどどうぞえ皆様の参考にしていただければと思っております。え、皆様ご視聴いただきありがとうございました。え、まずはですね。ご自身で使ってみることをお勧めいたします。 例えば、ご自身の課題を対話型生成 AI が解けるか試してみるですとか、あの実際に使ってみてから分かることがございますので、まずは使ってみることをお勧めいたします。でまた、重要なポイントとして、あくまでも AI はコパイロットなんですね、まあ。いわゆる副操縦士でございますので、パイロットである皆様であったり、学習者の皆様の知識、思考、意思決定が重要になりますので、その点、把握して、 対話型生成 AI とのやり取りに関しても、出てきたものを吟味することが非常に重要で、例えばそのまま使うのか、修正するのか、それとも,そ,のもうそもそも使わないのかというような意思決定が非常に重要になっております。今回のこの動画が皆様の何かしらの参考になっていれば嬉しく存じます。ご視聴いただきありがとうございました。